クダクラゲ木はヒドロムシズナに属するクラゲ様の動物の一群、軍隊でクラゲを構成することが特徴である。一般的なクラゲとは異なり、単純な傘状ではなく、細かい飾りのついた紐状や気泡から多数の触手が伸びるなど、その形は多様であるが、いずれにせよ、出画によって生じた多数の個体がつながった軍隊であり、 そのため往々にして透明な部品が集まった細長い形になりやすい。また、個々の個体には多形が見られる。中には迷いあよいクラゲのように体長が40から50メートルにも達し、白長スクジラを抜いて動物で最も長いのではないかと言われるものもある。種によっては手荒く扱うとそれらがバラバラになりやすく、標本では型を残すのが難しい。 カツオのイボシ基本的には、中空の主軸が何箇所かの点で伸びながら、個体を質がによって生じることにより成長する。この軸を幹と呼ぶ。幹の一端は、気泡体といって、空気を含んだ小胞になり、これが上の端である。そこから下に幹が伸び、幹状に個体を作りつつ成長していく。軍隊を構成する個体には顕著な多形現象が見られる。全体として、 クラゲと呼ばれてはいるが、個々の個体について見れば、クラゲ型とポリプ型が混在する。クラゲ型では、気泡体の他に、栄章と保護用がある。栄章は、幹から側面に向けて広がったコップ状の形のもので、これは一般のクラゲの傘にあたり、これを拡大縮小して、水を送って遊泳するのに使われる。 英称は往々にして多角形をしている。保護用は寒天質が伸び広がってその下の小虫を覆うようになったものでポリプ型と見る向きもある。ポリプ型には基部から触手を発達させる栄養体、口がなく触手のある寒触体、触手をかく生殖小虫などがある。幹の下場には最初の栄養体があり、カツオのエボシなどでは これが大きく成長する。触手の構造は複雑で、四方層と呼ばれる独特の構造を発達させる。生殖体はクラゲに近い構造を持つが、クラゲとして独立しない、いわゆる死脳である。軍隊全体の形として、上の方には気泡体のもとに栄昇が集まり、この部分を栄昇部という。 小栄暗木のものでは、これはごく少数の栄章から、なるが、方栄暗黙では、これが、幹の上部分に、一定の長さにわたり、互いに組み合わさって、栄章柱を構成する。また、脳栄暗木では、機能体のみがあり、栄章を欠く、それ以下の部分を栄養部という。栄養部の幹には等間隔に、栄章や栄養体、 生殖体などの組を並べるものが一つの典型としてあり、このような一個の炎症とその下に並ぶ小虫の集まりを冠軍という生殖時にそれらが離れて遊泳する場合があり、これをユードキシットと呼び、かつては異なる生物と考えられた例もある。小エイ暗黙ではこのユードキシットが有生世代であると見る向きもある。外見的に大きく異なるのがカツオのエボシなどで、 幹は短くなり、小虫は狭い範囲に集中している。なお、カツオの冠や銀カクラゲなどもそのようなものと考えられていたが、現在ではこれらは花クラゲ類の浮遊性のポリプと考えられている。発生はプラヌラキから直接にクラゲに発達する。方衛、農医療モクのものでは動物局側に口を生じて栄養体が形成され、反対側では 気泡体が作られると、これらは独立した個体になり、この両個体が軍隊の上下の端となる。その後にその間の側面に幹を生じて、それ以外の小虫は幹の副側面に順次形成される。小栄暗黙のものでは、プラヌラは原始栄養体となって気泡体を生じないため、プラヌラの本体は一個体だけに変化し、幹はやはり側面に形成される。 外洋域に浮遊するものがほとんどである。カツオのエボシなどよく知られたものも、主な生息域は外洋であり、海岸へはたまたま打ち寄せられたと見た方が良い。また、カツオのエボシのように水面に出るものは、ほとんどなく、ほとんどは中層にあり、波の静かな時だけ浅いところに浮かんでくるらしい。多くのものはほとんど人間とか、変わりを持たない。カツオのエボシは浅瀬に出現し、 強い死鋼毒を持つことで有名である。それ以外にも毒の強い種はあるが、多くは人と触れる機会がない。坊主ニラなどは漁業の網に引っかかることがあり、その際に漁師に被害を与えることがあることで警戒される。三アモクにおよそ16か60属180種が属する。 方へや木や、その退屈かの戸川、川系統群である。ありがとうございます。